やはり台風17号の影響が心配ですね。そうですね、昨日は沖縄方面で暴風に見舞われましたけれども、はい、今日は九州そして中国方面にも広がるというふうに見ています。現在のまずひまわりの雲画像なんですけれども、台風17号の中心こちらですね、非常に大きな目になっていまして、はい、その特にこの東側に白く発達した雲があります。このエリアが最も雨や風が強いエリアになりまして、はい、特にこの台風の進行方向の右側、つまり九州、中国、四国方面が、雨風の中心になるというふうに見ています。はい、もう一つの特徴としてはですね、現在こういったラインで雲が伸びていますけれども、これ、前線です。前線に向かって南からの湿った空気、台風を取り巻くような形でですね、入り続けていまして、雨雲が四国や九州南東部の山沿いで発達しています。まあ、こういったところも特徴として見て取れます。はい、でもう一つこのラインなんですけれども、うん、非常にこう大きく今日本海の方に雲が広がっています。はい、でこれ上空のジェット気流、それがこの位置にありまして、うん、こういった雲の形になっている場合は台風この後温帯低気圧に変わりながら加速しやすい、はい、まあ、そういったところも見て取れます。はい、まあ、そういった点がですね、今後の北日本にかけての動きにも影響するというところなんですね。はい、広い範囲にかけて影響が出てしまうということですね。はい、そのあたりちょっと台風進路図で見ていただきましょう。はい、今後の動きですけれども、こちら暴風域を伴ったままさらに北上していきます。はい、今日の日中九州の西海上通過後、今夜には千島海峡を通りまして、その後日本海に進むというふうに見ています。はい、今お話ししました通り、特に台風の中心の東側、はい、こちらの方で暴風大雨の恐れがより高いとこういった形になります。特にですね、九州南部については午前中をピークに、そして九州北部については午後の方が雨風、より強まるというふうに見ています。まあ、中心の近いところ、五島列島や対馬、そして九州北部などは沿岸部中心に瞬間風速で35メートル以上、場合によっては40メートルぐらい吹く可能性があります。でその後日本海に入った後、明日明後日と北日本に接近していきますので、はい、北日本方面の方もですね、台風の動きどんどん速くなりながら接近していきます。ですので早いうちからの備え必要になるかというふうに見ています。わかりました。どのくらいの降り方となりそうですか。はい、ではですね、まずその予想をこちらで見ていただきましょうか。雨雲の動きなんですけれども、これまず朝の段階ですと四国や宮崎、鹿児島方面、はい、こういった南風あるいは南東風がぶつかって地形的に発達しやすいところでより強く降るというふうに見ています。はい、さらにこれ動かしていきますと、台風の北上に伴って五島列島そして対馬の方にも強い雨雲が入っていきます。また九州の北部についてもですね、こういった風、南東の風が吹いている間は山を越える形で雨雲それほど強まらないんですけれども、はい、やはり本体の雲が入ってきます。今日の午後、はい、激しい暴風になる可能性ありというふうに見ています。やはり離れたこういった関東、こちらの方もですね、湿った空気、前線などの影響で雨が降りやすくなってきますし、このように東北方面についてもですね、台風の北側、東側に当たるところを中心に雨雲が発達すると見ています。はい、で夜にかけてもですね、この四国方面、はい、かなり強くも計算、ね、されていまして、はい、これはもう台風がこういったコースを通るときはずっと南風が入るんですね。はい、そうなってきますと山にぶつかってより雨雲が発達するといったことになります。もうすでに200ミリ以上の雨が降っているところ、高知県の山沿いではあるんですけれども、はい、さらに200ミリぐらいのですね、雨が降って、まあ、土砂災害に関しても広く警戒が必要といったところになってきそうです。わかりました。風も強く吹いてしまう可能性あるでしょうか。はい、そうですね。次ちょっと風の予想で見ていただきますと、はい、こちら今日の朝以降なんですが、今のところは奄美など中心に南風が強まっています。ただこの後これ動かしていきますとですね、だんだんと台風の北上に伴って強い風の範囲も北に広がっていきます。で特にこの五島列島ですとか九州でも東シナ海側、はい、あと対馬、こういったところでは平均風速でも15から20メートル、瞬間的にはやはり先ほどお話した通り35メートル、場合によっては40メートル、そういった暴風になる可能性があるというふうに見ています。で午後になりますと、これ中国地方の方でもだんだんと風が強まるとこういった動きをたどりますので、まあ、今日は
九州を中心にですね、西日本エリアの方広く風に対しての備えも必要になるかなというふうに見ています。わかりました。では雨風ピーク表も見ていきましょう。はい、こちらですね、まず今日の日中いっぱい九州エリアは暴風そして強雨に対して警戒が必要です。タイミングとしては主に午前中は九州南部、午後になりますと九州北部がピークになるというふうに見ています。でさらにその後なんですけれども、中国地方についても雨はもう今日の午後から始まります、はい、でまた暴風も深夜から始まるといった形になりまして、西日本は広く台風の影響を強く受けます。でさらに明日にかけてなんですけれども、北陸方面南風がかなり強まることと、関東でもですね、はいはい、明日の日中帯南風がかなり強まります。東京湾岸では瞬間的には25メートルぐらいの、暴風になる可能性がありますので、交通への影響なども注意を払っていただきたいと思います、はい、そして北日本方面なんですけれども、加速しながら台風、はい、温帯低気圧に変わりつつ接近していきます、うん、特にこの北海道ですけれども、明日の夜から明後日にかけては暴風ですね、はい、で東北も同じく日本海側の沿岸部中心に激しい風に見舞われる可能性がありますので、はい、北日本についても早く対応必要かと思います。飛びやすいものはもう今のうちにう、ね、お家の中に入れていただくなどお願いしたいというふうに思います。